海賊ラジオレッズ力舟、はい、特別執行の時間になりました天皇杯西京国まで裏列乗り込んで元レッズの強化本部長だった山路さん率いる京都山賀との一戦ものすごいピッチに水があふれる最悪のコンディションの中 セットプレーで挙げた1点を死守して勝ち上がりまして、えー、ベスト8進出決まりました、えー、私テレビで見ていたんですがもう試合が始まって水しぶきのグラウンドを見た時にあこれはリカルドのサッカーは修正余儀なくされるだろうなともう半分諦めました、えー、ボールを保持してボールをつなぎながら 京都のゴールに迫っていくこりゃこのピッチじゃ表現できないよなと思ったらズバッとセットプレーで岩波のヘッドが来まして1点を取ってだから今度相手のセットプレーになった時に大変に心配したんですがねどうにかしのぎ切りましたまあシュートの数も列が圧倒しておりましたが結局ああいうピッチコンディションの時にはセットプレーがいかに重要かというのがよーく分かりました で岩波も試合が終わった後のインタビューに答えていましたがね、繰り返し繰り返し、セットプレーブを大原で練習してきたからということだったんで、練習の成果も出たので、まず勝ったことと、練習の成果が出たこと、嬉しい限りであります、これ、大きな私は、えー、勝ちだと思っております,そうです、ね。あとはリカルドが選手たちに この共同戦は天皇杯の決勝のつもりで戦ってこいと、劇を飛ばした、いわゆる葉っぱかけてピッチに送り出したそうで、で試合が終わった後のその広の岩波のインタビューでも、天皇杯狙っているということですから、今の監督と選手の意識の共有というんですか、これがかなり一致している、えー、次の相手どこだか分かりませんね、これからまた抽選やるんですけれども、そうね、どこが来ても、 うん。簡単な相手じゃないと思うんだけれども、今の気持ちの一塊で押し切っていけるんじゃないかなって、私は、そんな予感が天皇杯にはしております。それはた個人的には、まあいろいろと皆さんも感想があろうかと思うんですけれども、私個人的には、関根隆弘がキレキレだったなあっていう印象がすごく強いんですけど、どうでしたサポーターの皆さん。で、関根と、 なんか酒井宏樹のコミュレーションっていうんですかねとても何か合うような感じがするあの凸凹ココの右サイド酒井宏樹関根隆大すごくこれ合うような気がするんですよで酒井宏樹はあんまり進出してこなかったっていうふうに見ている方がいらっしゃると思いますが多分関根がとても切れていたから酒井宏樹は気持ち的にはちょっと守備に重点を置いた試合をしてきたのじゃないだろうかなと。 私は思っておりますが、それでは、えー、何人かの、えー、サポーターのご意見をいただいているから、東松山の岩盤。絶対に負けられない試合に勝ちました。山井さんの京都にトーナメントで負けたら、それはそれは悔しい思いをさせられたことでありましょう。本当に勝ってよかった。本当に勝ってよかったね。山井さんは、勝つつもりですと。そういうふうに。 語っておりましたんでちょっと私相手のそういう気持ちがもし一塊だったら厄介かなと思って見ていたんですが昨日の試合で言うならばかなりの力の差はあったなとそれは感じましたねそれから東松山のガンマンはスタメンも良い傾向ではないでしょうかちょっと前に試合結果も停滞気味になってきた固定メンバー気味の状態からけがや コロナの影響もあるんでしょうけれども、コンディションの良い選手をピックアップしている婦人ではないかと思っております。え次は中2日で迎える徳島戦。ホームの最差では接戦の上の新勝でしたんで、今度は監督の古巣の徳島戦。相手のホームと来たら気合の入り方も全然違うと思うんで、意気込んでくるという相手をうまくいなす感じで試合を運べるととても良いと思います。 具体的に言うと、相手にボールを持たせながらも、決定機は作らせずに、逆にボールを持ったら少ないタッチ数でつなげて、的を絞らせない、ポゼッションにポゼッションで対抗せず、カウンターしたいでもいいのではないかなと思っております、連戦続きますから、くれぐれもこれ以上の怪我人、出ないように頑張ってください。深谷のー君、天皇杯の4回戦は、新勝もテレビの画面見ている限り、相手のサッカーにあまり迫力、感じられませんでした。 むしろ2回戦の富山とか3回戦の相模原こっちの方がジャイキリジャイアントキリング本気で狙うチームの凄みがあったと思いますそれにしても前半の伊藤敦樹のプレーは良かったそれと秋元のフォワードとしての働きは十分にチームに勝利貢献していたと思います次の準々決勝は川崎とやりたいなこの相手に勝ってファイナルまで 行きたいという深谷の家訓ですまあともかくねリカルドの天皇杯の思いの強さが選手をくぶしていることは間違いないと思いますあとは京都だと期限付き移籍中の鬼原拓也が途中出場してなんか目の色変えて燃えるようなプレーしていましたもんで負けた時にベンチでものすごく悔しい表情で 方針状態でしたよ。大人になってるね、鬼は、ものすごく嬉しかった。で、あとコーナーキックも任せられて、蹴っていました。えー、とても嬉しかったです。今日の特別執行、ちょっと余裕のお話になりましたけれども。まあ、ともかく、土曜日の徳島戦、終わった後に、最高だったと言わせてください。 チャンネル登録よろしくね